本日はリグル村をご視聴いただき誠にありがとうございます。今回の動画はですね、3つの重要な発表がございますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。まず一つ目はリグル村、この私宮古村長、チームを作ることになりました。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、ちょっとそこら辺に関して詳しく説明をさせていただこうかなと思うんですけども、リグル村をですね、愛犬のチャップと一緒にずっとやってたんですけども、はい、この度ちょっとアシスタントを雇うことになりまして、ちょっとそちらのご紹介だけさせていただきます。これからカメラアシスタントとしてやっていただくトットでございます。はい、どうもトットでございます。よろしくお願いします。まあ基本的には、カメラ撮影であったり、まあ村長のサポーター役としてご協力させていただくことになりました。いやいや本当に助かります。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、基本的には前に立つのは NG、そうですね、ということなんで、まあ今までとあんまり変わらん画角にはなるとは思うんですけど、これから2人の掛け合いをちょっと楽しんでいただければなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。ですね、僕らの関係性なんですけども、もともとトットと僕は先輩と後輩に当たるんですよね。そうですね、2年ぐらい一緒に働いてて、はい、お世話になりまして、お世話させていただきまして、はい、そうなんです。まあ仲良くね、ちょっとプライベートでも遊んだりとかしてたんですけども、僕がトットに今回お願いしたっていう感じなんですよね。はい、でなんでトットが良かったかって言ったらなんですけども、3年前ぐらいなんですけど、トットが僕の誕生日をサプライズでやってくれて、はい、ケーキとかを、この気持ちってね、やっぱ僕 YouTube 配信する側の人間としてはすごい大切な部分だと僕は思ってるんです。やっぱり誰かを喜ばしてあげたいとか、その喜ばすことによって自分もすごい嬉しいっていうのは、視聴者さんを喜ばしてあげたいとか、なんか視聴者さんに面白い動画を届けたいっていう気持ちにもつながると思ってますので、その気持ちがある人間とやっぱ一緒にチームを組めるっていうのは、ほんまにね、今回嬉しい限りでございまして、いやこれからもよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、一つ目の重大発表は、チームを作りますということになりまして、次に2つ目の重大発表でございます。前トットとは実は、串カツの動画で一緒に撮影をさせてもらったんですけども、はい、とてもとても勘違いをされてはる人が多いんですよ。勘違い、はい、勘違いを勘違い、コメントでもそうですし、実際何回も口に出して言われたことが、はい、あの動画見たけどみたいな感じで、はい、すごい勘違いしかしてない人らばっかりなんですよ。なるほど。はい、それはですね、重大発表2つ目、トットは男でございます。男です。はい、I am a human。 I am a human、 それ人間みんなヒューマン、みんなヒューマン、男の子じゃないです。でもないです、はい、もう男性です。スーパー健全な男性でございます。はい、ちょっと20半ばなでこんな声ですけど。そうやね、普段結構間違えられる。いや結構、いやそんなっすよ、多分7割ぐらいじゃないですかね。だいぶやな、だいぶやな。だからエピソード聞かせろ。エピソードですか。うん、僕ね、お風呂とかすごい好きなんですけど、お風呂と、まあ、特に岩盤浴とかもねよく行くんです。岩盤浴って、なんかね、カウンターにこうやり取りして、その岩盤浴の服もらうんです。で、まあ、僕も男友達と一緒に行くわけなんですけど、うん、すいませんフリーサイズでいいですかって言ってもらって、まあね3人で行くとするじゃないですか、うん、まあ青赤で来るんですよあ、もう女性として見られてる、ね、青赤で来て、まあ、赤がこっちに流れてくるんですよね、バッチリ、ね、はい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 、なるほどね。はい、ね、こっぱずかしくなるじゃないですか。なるな、なるんですよ。逆に友達が笑いながら言ってくれるんですよ、やっぱそういうの。なるほど。あ、いや男ですから。そうなんです、そうなんですよ。あ、すいません、3つでお願いしますと言ってくれるんで、はいはいはい、助けられておりますね、そういうとこは。まあまあ、だからね、結構やっぱ勘違いしてはる人が多いんですよ。安いタイプではあるかもしれないです、うん、そうや、まあ、だがしかし男なんです、男です、はい、ほんまに。でね、もう顕著に出てた動画のコメント欄にも、いつも、はい、いつもコメントくれはる女性陣の方が、はい、串カツの動画に関しては一人もコメントくれなかったあなたですよ、あなた。いつもコメントくれてはる女性ファン、あなたですよ。コメントしてくれなかったでしょ、あの串カツだけ。ほんますごいね。あ、みんな勘違いしてんねやろな。だからこれはちゃんと言うとかなあかんわと。安心してください、
私は永遠のアイドルですから。この顔が言ってんねん。アイドルに失礼。アイドルは、あ、なんか申し訳ない。なんか申し訳ない。謝って。なんか申し訳ない。本当に。っていう感じで、はい、皆様、はい、ほんまにご安心ください。ご安心くださいもおかしいんですけど。おかしいですよ。もっと愛してください。もっともっとコメントください。そう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 、むしろ、男やってちゃんと理解した上で、串カツの動画をもう一回見ていただきたいです。本当に。下心丸見えとかコメントありましたけど、もう意味がわからんから、こっちからしたら、ほんまに。男友達と串カツしてるだけや、みたいな。あれな、ね、いやほんまにそれがちょっと ねどうしても勘違いしてる人が多分いっぱいいてたので重大な発表とさせていただきました、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。男2人でやっていきますので、そうなんでね、ご安心ください。ご安心ください、はい、3つ目なんですけども、まあ重大発表というよりも、うんうん、これからのことに関してちょっとお話しさせていただきたいなって、はい、なんで宮子は YouTube をやってるのかとかっていうのを、まあ、この機会もございますので、そこをちゃんと説明させていただこうかなと思います。将来的に、キャンプ場をやりたいと、キャンプ場を僕は経営したいと思っております。で、私はですね、まあ本当に本当に周りの人間に助けられてる人生なんですよ。これはもう本当に自分が挑戦するっていうことに関していつも誰かに助けていただいてるんですよね、はいはいはい、そういう人らを逆に楽しんでもらえるような場所を作りたいと思っておりまして、はい、僕はねやっぱキャンプが好きなので自分が作ったキャンプ場で、お世話になってる方であったりとかこれからね応援していただける方僕の目の前で楽しんでいただきたいなと。僕はそのみんなが楽しんでる姿を笑顔を見れたら多分僕が一番なんていうんですかね生きてる感が湧くんやろな、うんうんうん、生きてる実感が湧くんやろなと、はい、そこで言ったらキャンプ場で野外フェスとかバーってやったりとか、いいですね、とかした時にみんながギャーって言ってる時にさその顔見たら多分俺がカーだね楽しいなみたいな思うんですよね。想像つくっすね、うん、それがやっぱり YouTube を始めたきっかけでもございますし、うんうん、今頑張れるきっかけでもございますのでそういう目標があるんやっていうことをなんか知った上で応援していただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あとはですね、そう僕はですねこれはまあちょっとシビアな話にもなってくるんですけども僕の愛犬のチャプなんですけども、まあ、このチャプもですねもう今年11歳の年になるんですけどもまあ、シビアな話チワワの平均年齢で13歳14歳と今言われておりまして、まあ、悲しいんですけどもやっぱりねずっと元気なわけではないんですよね、うん、で最近言ったらちょっと足とかも悪かったんでちょっとキャンプに連れてくるのも控えてたんですけどもだいぶ元気になったんで今回ちょっと連れてきて一緒に楽しんでたんですけどもうんやっぱりね僕はそのどんなキャンプ場を作りたいのって言われた時に立ち飲み屋であったりとか、うんうん、駄菓子屋であったりとかあいい、ね、ドッグランサウナ五右衛門風呂とかなんか、うん、一つのキャンプ場やけどいろんな楽しみ方ができるようなキャンプ場を作りたいなと思ってるんですよね。その中でドッグランを作った時に僕一番最初にこいつに楽しんでもらいたいんですよ。自分が作ったキャンプ場でこいつが楽しそうに走り回ってる姿を見た時に僕は幸せやろうなって多分思えるんでこいつにもやっぱそういうところ分かるかどうか分かんないですけど感じてほしいなと思ってるので僕にはねもう正直ね本当に時間がないんです。本当に時間がないんです。今回をチーム作るっていうことに関しても絶対こうやった方が結果が出ると自分自身を信じてチームを作ることになりました。その中でもう早いこと僕はキャンプ場をやりたいと思ってますので本当にね時間がないんですよ、うん、何の話してたっけ時間がないよと1万人行かなあかんよとそうなんです。あそうそうそうそこ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 ういうとこなんですよ。そうなんです。そうだからこそ YouTube で絶対に1万人行かないといけないんですよ僕は今年に、うん、今年中に絶対に行かないといけないです。1万人に行けばもっともっと面白い出会いもあるし挑戦もできると思うんですよ。その中で僕を知ってくれた方にやっぱキャンプ場にも来ていただきたいですし楽しんでいただきたいので、
だから YouTuber は絶対に頑張っていかないとダメだと思ってます。今自分を突き通すことしか考えてないので、うん、もう自分のモチベーションが下がる原因っていうのはもうものすごく嫌なんですよね。今すごい自分の中で意味嫌ってまして、うん、なのでもう申し訳ないけど、ブロックしたりとか、はい、あのコメント拒否したりとかさせていただいてますけども、もう自分を突き通すしか今考えてないので、その自分の夢に対してまっすぐ挑戦していきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。お願いいたします。話がちょっと戻るんですけど、はい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 、僕もこうアシスタントとして、うん、まあ、今回チームにこう加入しましたと、うん、させてもらって、うん、でまあ、なんでだいたいこういうお仕事を、お仕事じゃないですかこういうのも、うんうん、っていうのを引き受けたかって言ったら、そもそも宮古村長、まあ、さっきも言ってた通り、うん、昔お仕事でお世話になったと、うんうん、でまあ、プライベートでも遊ぶ仲にもなったしっていうので、うん、まあ、その知った中でですね、うん、こう YouTube で始めたって、まあ、知ってたんですけど、うん、なんかそもそも宮古村長っていう人物像が、うん、なんすかね、人物像、まあ、その YouTube とかに限らずなんですけど、うん、ビビるぐらいまっすぐな人なんですよ。思ってしかないですよ。見た目はちょっとこわもてかもしれないです正直、うん、けどほんまに優しいしええ人です。ここはほんまに思います。ただ気に食わんことはほんまに気に食わんし、まっすぐやから突っ走んねん突っ走らないですよっていうのも分かってるんです。そうやな。ただ、うん、そういう面で表裏はほんまにないです。だからほんまに楽しいっていう空間を作って、うん、ほんまに楽しい場所を作って、うん、っていう夢にまっすぐ向かってるのは間違いないです、はいはい、だからそういう人がこう頑張ってるのに、うん、報われへんわけじゃないですけど、うん、まあ、そういうのもなんか普通って応援したくなるよねっていう、はいはい、純粋なそういうとこからですかね。うん、まあ、いいんじゃないかなって思えたんは、いや嬉しいですねほんまに。ってところやから、うん、まあ、そういう人間自体が多分まあ好きか嫌いかっていうのもあって、うん、まあ、僕は好き寄りやったんでその辺は、うん、うん、まあ、そういうのがやっぱでかいんじゃないですかね。性格面ですねやっぱり。 俺めっちゃ性格いいから、うん、こういうとこかな確かにね。これとか俺性格めっちゃいいから、うん、しばきたくなるね先輩やけどこれからですね、うんうん、また今までとは違ったリグル村になるんですけども、はい、その信念は負けずに突き通していきますので、はいはい、信念は負けずに突き通していきますので、はい、はい、これからも変わらず、また違ったリグル村をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで、リグル村、宮古村長とトットと、はい、チャプトです。チャプです。はい、チャプト、またよろしくお願いいたします。仲間募集していますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では、今回はですね、長い動画になってるのかもしれないですけども、最後までここまでご視聴いただいて誠にありがとうございました。ありがとうございました。それではね、次からは、どんどん挑戦していく企画をしていきますので、またお楽しみにお待ちください。はい、それではご視聴ありがとうございました。ではまた。